ただ1枚ぐらい台についてますと、はい、変えることなく、うんうん、大体のものが切れていく。あとはもうレンチ使って付け替えの手間っていうのが結構切断トイレはありますので、うん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 、それがまあ軽減されますので、はいはいはい、でそういったところで作業性はかなり上がってくると思います。8月発売になりました、はい、マルチメタルホイールガチメタです。ガチメタ。ガチメタです、はい。はい。ダイヤモンドカッターで、まあ、溶着タイプなんですけれども、はい、まず一番のメリットがですね、はい、外径が減らない。外径が減らない、はい、切断砥石ですとどうしてもこう縮んできますけれども、はい、これの場合、ずっと同じ外径です。はい。ですので、例えば塩ビ管を切ったりとかですね、はい、よくあるんですけれども減ってくると届かないっていうことがあるんですけど、うんうんうん、そういうことはなくなります。はい、用途としては、まあ、解体とか、はい、うん、撤去の現場にすごく適してます。例えばコンクリートのブロック塀を壊したいって言った場合ですね、はい、中に鉄筋が入っているんですけれども、そういった場面でですね、鉄筋も切った後にコンクリートも切ることができます。普通の切断砥石ですとコンクリートを切るとどうしても割れてしまったりするんですけれども、うんうんうん、そういうことがないです。あ、でもこれ1枚でいろいろなものが、はい、切ってきます。 あとはですね、ゴムとかですね、樹脂、うん、こういったものも1枚の刃で切ってきます。へー、はい、だから マルチ。そうですね、マルチ。はー、はい、そういうことか。すごいな。これでサイズが105と125、2次のラインナップになってます。はい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 、あとはボッシュさんの、はい、マキタさんでも出してますけども、うん、X ロック、うんうんうん、こちらの方に、こちらの方のラインナップもありますので。あ、はいはいはい、ワンタッチで。ワンタッチで、うんうんうん、これはやっぱりあれなんですか、従来品と比べてやっぱりこのマルチで切れるっていうのと、はい、あとこの123倍切れる。そうですね、はい、やっぱりここが売りなんですよね。はい、どうしたら長いです、はいはいはい、ただですね、切るスピードはやっぱり切断砥石の方が早いです。あ、はい、マルチでやっぱ何でも切れる分、切れるんですけれど、はい、あとはスピードは落ちてしまう。スピードは落ちてしまいます。ただ1枚グラインダーについてますと、はい、変えることなく、うんうんうん、大体のものが切れていくと。あとはもうレンチ使って付け替えの手間っていうのが結構切断砥石はありますので、それがまあ軽減されますので、はいはいはい、そういったところで作業性はかなり上がってくると思います。塵も積もれば何度やらですね。そうですね、うんうんうん、はい、そうか。じゃあ作業効率で考えたらやっぱりその付け外しの手間がない分かなりいいですよ。はい、あ、そうかそうか、かなり大きいメリットですね、そしたら。はい、へえ、面白い。